ますので、ね、まずは川村のステージ、川村のショーでここから少しお楽しみいただいて、最後は先生が、ね、出てきてもらって1曲を踊ってもらったな、はい、まずはこの曲から川村の神の輪を北で
歌ってるんです。さあ、私の胸に飛び込んでおいで、愛するあなたへ。君は風とともに香りで、それはまるで夕日に広がるように、あなたの声に全て支配される。それは私の体がなんだかほてってくるよ。The lovely song called the Masaya song。まくるとりまいおめ、えっとりぽんあんのなえあおなのこう、どけげんのあきあき。まくるとりまいおめ、
ツアーで、うん、マウイ島をぐるーっと一周回ってきたんですけど、まさかね、お正月にマウイ島、はい、マウイ島行きました。行きました。いや、行ってないな。いや、行ってないですね。あなた置いていかれた。違う、置いていかれたじゃない。あなた、出発の前の日に。違います。出発の2日前。違います。出発の日です。あ、出発の日。出発の総日に、はい、朝寝、朝一でインフルエンザになりました。流行りもいい。先生、言っていいですかね。やめていいですか。ウォーキングバイバイに変わります。今回は今回で、はい、スタッフの、はい、今日表にいます、はい、高島さん、はい、なんと、はい、なんと、なんと出発の日に、はい、乗れなかったんです。そうなんですよ。エスタが決めてて、人にはついていけって言ってたんです。そう、結局決まったよ、決まったよ。エスタが決めてたんです。そう、乗れません。高島さん、なんて言うと思いますか。なんでですか。いや、エスタ決めてるから。めちゃめちゃ面白い。でも本当にでもみんなが中に入った後、カウンターの前でもうちょっと待ってて、高島さん一応表まで私見送りたいので、先生方を見送って、じゃあどうだったかなと思ったハワイアのカウンター戻ってきたら、空っぽのスーツケースを持った高島さんがこっちで残ってたの。いや、 何よりもね、僕もあの中に入って免税店で、はい、あのお土産買ってたんですよ、ハワイの人の、はい、したら電話かけて、先生ダメですわって言って、ダメですよ。そう、今ね、エスタン厳しくなってますんで、ハワイ行かれる方必ず3日前まで取っておいてくださいね。そう、3日前、まあ、1週間前まで取っておくと、トランプさんだとかちょっと厳しくなってるみたいなんですよ、ね。ぜひ、気をつけてください。もう間もなく太平洋の真ん中にも多分カバできる。いやいや、カバですね。まあそんなことで、なんとか無事に旅立って、ハワイツアー、マウイ島を一周したんですけども、うん、マウイ島の一番高い山、どちらか分かりますか、はい、山なんて天保山って言うんですよ。それちょっと小ぶりな山なんですよ、大阪のね。北は晴れやかなと。そう、晴れやかな。晴れやか、ちょっと言い間違えた、晴れやかな。大阪弁ちょっと大阪弁晴れやかな。そう、晴れやかな、マウイ島に一番高い山です。今日はあの、いろんな人に、うん、髪切ったんですね。おうおう、僕もう2年前ですよ。実は去年もこの髪型やったんですけど、やっぱりあのポニーテール姿が印象深いんですよね。ポニーテールの方がいいかな。どっちがいいですか。ポニーテールがいい人、拍手。今の方がいいよっていうか、ポニーテールしてたらね、はい、ここがハゲてきたよ、ね、ハゲが思ったよ。僕昔おでこね、もうちょっとこの辺なんですよ。それもちょっと違うと思います。その辺からおでこって、ね、違うと思うけど、なんか引っ張ってこう上に置いてる。女性もね、ずっと髪をくくってるとこ入り巻きになりますね。ちょっと切ってますから。そういう私たち、ちょっとポニーテールまでみたいな。でもポニーテールしないと、ここちょっと目が下がってきてるんですよ。そうだね、島伸びる。お前もそんな年になってきたか。え、なおちゃんいくつになったの。18歳ぐらいで歌っちゃうの。そうだから、18の子は30。やばいな。俺でも、俺もあの他の先生方も、僕も18ぐらいで言ってるんですけど、もう間もなく僕40ですからね。そう、おっさんですよ。ほら、ほんまに。いや、もう、でもね、もう、ありがとうございます。でもね、もう出会った時にはね、